こんにちは、大阪体育大学の土屋博信です。今日は脳スポハラ活動を進める保護者の役割について一緒に考えてみましょう。イラストをご覧ください。例えば保護者として監督やコーチにですね、しつけのためと称して厳しい指導を依頼したりしていませんか？まあ、このことはスポハラを助長することにつながります。また練習の後の送り迎えの後、ついついミスしてしまった子供にですね、なんでミスをしたんだなどと怒ったりしていませんか？これは子供はどんな気持ちになるでしょうか？このような保護者の役割について考えてみます。まずプレイヤーには彼らを取り巻く様々なサポーターがいます。コーチにはコーチの役割があり、そして保護者には保護者の役割があります。保護者の皆さんにはこの技術のコーチングよりも安全安心なスポーツ環境の守り手として子どもたちに寄り添ってほしい、まあ、そんな大切な役割があります。特にジュニア年代のプレイヤーにとって保護者は最も重要な他者になります。スポーツを通じて子どもが成長するためにはどのような関わりが求められるでしょうか？私はオリンピアンや金メダリストを育てた保護者さんといろんな対話をする機会がありまして、そこでですね、ある共通点が見られています。それは褒めるから認める、そして任せると、ね、子どもの関わりを変えていくということがありました。特に子どもたちがちっちゃい児童期にはよく頑張ったねという褒められ体験が極めて重要です。特に結果が出たから褒めるのではなくて、頑張った努力に対して褒めることが、共通して見られていました。そうすると子どもたちは自分は頑張ればきっとできるんじゃないか、これを有能感と言いますが、それが芽生えます。この有能感あるいは自信がつくと、失敗を恐れずどん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 挑戦します。これは自立性とか主体性につながっていきます。まあ、この有能感そして自立性主体性に仲間との関係性を加えて、人間的に成長するための3つの基本的な心理欲求と呼ばれています。次のスライドをご覧ください。この図は日本スポーツ協会が提唱しているプレイヤーズセンタードなコーチングの概念図です。スポーツの中心にいるのはプレイヤーですが、そのプレイヤーを取り巻くアントラージュ、コーチだけでなく保護者や周りの人もそれぞれの役割に応じてプレイヤーをサポートすることで心理的社会的に良好な幸せの状態、すなわちウェルビーイングな状態を目指そうと考えています。のスポハラ。